促進卵は、均衡下下促進卵族に分類される多年層の一種。中国名は、粉状人菜。根茎は、太く、短い。家系の高さは、30から50センチメートル。根性葉は、多数うううあり、やや硬く単力色で線形。長さ15から30センチメートル。幅3から7ミリメートル。長さ15から20センチメートルの水上過序に。 多数の花をやや蜜につける。花は斜めに立ち、花皮片は長さ5から6ミリメートルの壺型で先は六列し、列片は皮神経、白色、または薄紅色を帯びる。脂肪は貝。花期は4から6月。花女の軸、花柄、花皮片の外面に白い縮れ毛がある。果実は果てで、東蘭形、長さ3から4ミリメートル。 日当たりの良い低山地の草地に生育する。促進卵中国南部、台湾、朝鮮半島南部、日本の団体から熱帯にかけて分布する。日本では本州、四国、九州、奄美群島、沖縄諸島に分布する。日当たりの良い低山地、山麓の草原や道端に生育する。日本では以下の都道府県でレッドリストの指定を受けている。 1965年7月10日に秋田県和野郡と和田町で即親卵が採集されたが、その後絶滅したとみられている。学名の種称名、スピカタは水上を下を意味する。和名の束バシは、葉ガランに似ていて、花の束バ中心から家計が立つことに由来する。ありがとうございます。